日本とポルトガルの関係では、日本とポルトガルの関係について概説する。なお、1581年から1640年まで、スペイン王がポルトガル王を兼ねているが、ポルトガルの統治機構などは維持されているため、本校ではその時期も含めて記述する。南蛮貿易も参照天正圏王少年施設の来訪を伝える印刷物、 1586年衆院選、大航海時代以後ポルトガルは、積極的な海外進出とブラジル経営を中心として、国力を伸長させ、16世紀初めには東南アジアへ進出し、日本近海へも活動域を広げ始めていた。1541年7月27日、ポルトガル船が文護国神宮寺浦に漂着したのが日本への、 ポルトガル人の最初の上陸であったとされている。そして1543年、種ヶ島へポルトガル商人が漂着し、鉄砲伝来が起こる。ポルトガルは当時、アジア地域へ植民地、奴隷の確保、及び貿易相手国を求め入植、進出を行っており、日本に上陸した当初から、ポルトガル人による日本人奴隷貿易が行われた。 日本との接触の後通商を求める商人の動きも活発化した。また、貿易はキリスト教不教を伴って行われるものとの戦略があり、貿易商人と共に多くの宣教師も日本を訪れることとなった。1549年にはフランシスコ・ザビエルが日本を訪れ、キリスト教不教活動を行っている。その後、織田信長らの日後の元領国間で、 南蛮貿易が開始され、1557年にマカオの居留権を獲得したポルトガルは、同地と九州を拠点としながら貿易を展開していった。ポルトガルからは多くの製品、文化が日本に流入していった一方、日本からは銀などがポルトガルへ流出した。同時に、九州を中心として宣教師によるキリスト教布教も行われ、キリシタン大名なども誕生し、 天照圏王少年施設の派遣なども行われた。1603年には、日本辞書がイエズス会によって長崎で発行された。4年以上の歳月をかけて編纂され、中世の日本語とポルトガル語を研究する上での貴重な資料となっている。日本不教区不教長、フランシスコザビエルコスメデトーレスフランシスコカブラル、日本司教セバスティアン・モラーレス、ペドロ・マルティンス、 ルイス・セルケーラしかし1587年には、豊臣秀吉によって、バテレン追放令が出され、ポルトガルに宣教師の退去と貿易の自由を宣告する文書が手渡された。江戸時代に入っても、徳川家康によってこの政策は踏襲されている。家康の晩年には、ポルトガル人の寄港地は、平戸と長崎に制限された。 1620年には平山津ネチン事件が起き、幕府のキリスト教に対する不信感は決定的なものとなり、幕府は当時ポルトガルと同君連合にあったスペインとの関係を断ち切り、マカオに対して宣教師を乗船させないように要求した。しかし、それでも宣教師は日本人への不況を諦めなかった。日本とスペイン。 ポルトガルの試験が及ばない東南アジアの日本町へ渡航し、日本人への布教を行い、衆院選を利用して、キリシタンを日本に送り込む方針を取った。中には、商人や船乗りに変装し、衆院選を利用して、日本に侵入する選挙士もいた。この状況を重く見た幕府は、徳川家光の申請が始まった後、 1633年から1636年にかけて、衆院船貿易やヨーロッパ諸国、中国人との貿易の管理、統制を担っていた長崎奉行を二人の旗本から任命し、新しい奉行がポルトガル船の来航する時期に合わせて長崎に赴任する際に、奉行の職務に関する通達を発布し、近況と国際紛争の回避を徹底させようとした。 1635年の通達では日本人の東南アジアへの渡航と日本朝への渡航が全面的に禁止し、1636年の通達では貿易に関係のないポルトガル人及びその家族がマカオへ追放し、ポルトガル人は長崎の出島に隔離された。出島を建設した時点では幕府は ポルトガルとの追放を考えていなかったが、1637年に島原の乱が起こると、キリスト教徒の結束を恐れた幕府は、不況を行う可能性のあるポルトガルとの貿易を取りやめることとし、1638年にマカオから江戸に派遣されたカピタンモールの将軍への越見を拒否した。しかし現実には、マカオからもたらされる中国産の生糸や絹織物などに大きく、 依存していたために、幕府は、ポルトガルとの貿易の途絶をためらった。しかし、1639年に、幕府は、オランダ省官庁のフランスワカロンから、オランダの植民地であった台湾に、中国人が渡航しているために、台湾経由で、オランダが、中国産の生糸や絹織物をできることを確認し、ポルトガルとの貿易を途絶しても支障がないことを、確認した。そして、 同年に長崎奉行や九州地方の大名などにポルトガル船の入港の禁止や沿岸警備体制の構築を目的とした通達を発布しポルトガルとの関係を断絶した。1640年にはマカオから日本へ貿易再開を嘆願する,する施設が派遣されたが全員捕らえられ処刑されている。鎖国中は日本とポルトガルは 直接的な接触を行うことはなかったが、東南アジア各地に残された日本人町では、ポルトガル人との交易もしばらくの間続いた。また、オランダ風雪所などのオランダ人によってもたらされた情報によって、ポルトガルとスペインの動向は、ある程度江戸幕府も把握しており、英国戦リターン号が1673年に貿易再開を求めて来航した際には、 事前に英国王がポルトガル女王と結婚した事実なども把握していた。ポルトガルによる日本人奴隷貿易編集詳細はポルトガルの奴隷貿易アジア人の奴隷を参照詳細はバテレン追放令を参照16世紀から17世紀にかけてポルトガル人による日本人奴隷貿易が行われた。1543年に ポルトガル人が日本に初上陸した当初から奴隷貿易は始まっていたと見られている。ポルトガル本国を含む海外の様々な場所で日本人は奴隷として売り付けられ、それは大規模な奴隷交易へと発展した。天正十年ローマに派遣された天正圏王少年使節団はモザンビークや欧州など世界各地で多数の日本人が 奴隷の境遇に置かれている事実を目撃し衝撃を受けている。豊臣秀吉のことを伝える、九州五道崎には、バテレンどもは、諸州を自分たちのキリスト教に引き入れ、それのみならず、男女数百の日本人を黒船へ買い取り、手足に鉄の鎖をつけて船底へ追い入れ、地獄の苦しみ以上に、生きながらに川を剥ぎ、あたかも畜生堂のありさまであるとの記述がある。道崎には、 当時の日本人奴隷の境遇が記録されているが、黒人奴隷の境遇と全くと言って良いほど、同等であった。ペリーの黒船来航によって1854年に日米和親条約、1858年に安政後過国条約が結ばれ、日本が開国すると、1860年には、ポルトガルも日本と日保和親条約、日保修好通商条約を調印し、 215年ぶりに通商が再開されるとともに正式な外交関係が結ばれることとなった。この時期にはポルトガルはかつてのアジア植民地をすでに大部分失っており、アジアでの経済、貿易活動はもっぱら、マカオとポルトガル両ティモールを中心に行われるようになった。第一次世界大戦では日本とポルトガルは連合国陣営として共に参戦している。 1922年のワシントン会議には、日本両国を含めた9カ国が出席し、共に9カ国条約を批准した。第二次世界大戦が始まるとポルトガルは中立を宣言したが、日本軍にティモール島を占領され、自国への攻撃拠点となることを恐れたオーストラリア及び周辺の権益を保有するオランダによって、ポルトガル領ティモールは保証占領される。 一方、香港やオランダ領東、インドを占領した日本軍は、当初は中立をうたった、ポルトガル領には侵攻しなかったが、ポルトガル政府の黙認のもと1942年には、日本軍がティモール島全島を掌握し、終戦までの3年間日本による支配が行われた。この間外交関係は一時途絶している。1952年に日本は、 サンフランシスコ平和条約発行により主権を回復し、翌1953年に日本とポルトガルは外交関係を回復した。同年にポルトガルが日本に、1954年には日本がポルトガルに公主館を設置した。以後、ポルトガルはアントニオ・サラザール独裁体制からカーネーション革命を経て民主化と欧州共同体加盟へと大きく変化し、 マカオ返還や東ティモーレ独立などでアジアでの領土もすべて失ったが日本との友好関係は安定している。1993年にはポルトガル人種ヶ島来四450周年記念行事が行われてマリオ・ソアレス大統領が日本を訪問し2010年には19世紀以来の両国就航150周年を記念してポルトガル映画祭などが開催された。 16から17世紀と異なり、現在の両国関係が、互いの政治状況に与える影響は小さく、経済関係も、比較的小規模である。2010年のドル建て貿易額は日本からの輸出が4億7985万8000ドル、ポルトガルからの輸出が2億7063万5000ドルで、日本側の大幅な輸出超過であるが、対ポルトガル輸出が、 日本の全輸出額に占める割合は0.06%に過ぎず、日本の輸入に占めるポルトガルからの輸出は0.04%である。EU 加盟27カ国に絞っても、ポルトガルは日本にとって輸出額で18番、輸入額で19番目の相手国に止まっている。ポルトガルの全輸出入に占める対日貿易のシェアは2009年で、 約0.5から0.6%で EU 域内の貿易が輸出入とも全体の約74%を占める中での対日貿易の寄与は小さい。日本からの輸出は常用、貨物自動車や自動車部品、電気機器のシェアが高く、ポルトガルからは常用自動車や衣料品、加工トマト、コルクなどが主に輸出される。特に天然コルクは日本で、 高いシェアを持っている。その中、日産自動車が2011年2月に、電気自動車用のリチウムイオン電気生産工場をポルトガルのアベイロで着工した。これは、ルノーのトランスミッション組み立て工場の敷地内に置かれ、2012年12月からの生産を予定しており、欧州日産自動車が約175億円を投資する大型商談となっている。 日本の鎖国以後両国の経済関係は小さくなったが文化、学術面では比較的大きなつながりが特に日本国内にある。ポルトガルは日本と最初に直接交渉を持ったヨーロッパの国家で当時に移入された文物はボタンやタバコや和菓子など今でもポルトガル語起源の名前で呼ばれ日本社会に定着している。学術面でも イエズス会宣教師のルイス・フロイスは、ヨーロッパ文化と日本文化、フロイス日本史など、戦国時代の日本を伺い知ることができる貴重な記録を残している。その他に特筆されるべき人物として、江戸時代の鎖国を経た19世紀の日本開国後、1899年から1929年まで、日本で暮らし、徳島で没した外交官のベンセスラウデモライスは、 多くの日本及び日本人に関する随筆を残している。山口県の一部にはタバコ谷というポルトガル語起源の名字が存在する。また、ポルトガルの給食民地で現在でもポルトガル語を公用語とするブラジルにも19世紀末から多くの日本人移民が渡り、1980年代からその子孫である日系ブラジル人が 日本の製造業工場に労働者として渡ったことから日本人がポルトガル語と接する機会は増えた。1993年に発足した日本プロサッカーリーグには多くのブラジル人選手が参加し、ボランチなどのサッカー用語も日本に定着した。他にも音楽や格闘技などでブラジルやポルトガルの文化が日本に紹介され、ハドは日本にも愛好者がいる。なお、 ブラジルポルトガル語とポルトガル本国の言語は発音や語彙の違いが指摘され、日本で教えられるポルトガル語の多くはブラジル系であるが、意思疎通自体には概ね問題はないため、ポルトガル人にも通じる。ありがとうございます。